ただきました。頑張ってって。けいちゃんさん、舞台おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、昨日やっけ、昨日のみおちメール読みましたか？こんばんは。さあこさん、舞台おめでとう、みおちを選んでくれたの本当に嬉しい。ハートハート、ありがとうございます。頑張ります。今日さんはチケット取らないと、席の数が限られてる、限られてるのかな、限られてる、少ないのでチケット争奪戦だったらしいです。まだ受け付けているので、ぜひ。私の、あ、そう、なんか先に言っとけばよかったってめっちゃ思ったんですけど、私の専用ページから、まあ、普通の公式のページからでも全然いいんですけど、私のページからぜひぜひぜひ。わー、だるまいっぱい、ありがとうございます。水色、私が水色好きだからですか？みおち目当てに買ってるので、みおちページから買って、ありがとうございます。みおちのページから申し込んだら、みおちの今後につながるから、できるならそちらでやって。あ、ありがとうございます思った、そうやねん、そうやねんっていうか、あの、昨日言っとくべきやったなってめっちゃ思った。なんか自分でツイートしてから、その専用ページ以外にもページあるんってなって、あるんやってなって、海の上からショールーム見てるよ。海の上から。ワンボーロンさん、海の上で何してるんですか海の上で、ひよりさん、みおち初舞台おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。おふにいさん、問い合わせメールすれば変更できると思いますよ。へえ、そうなんですね、ありがとうございます。電車の中から見てます。おお、帰りの電車ですか。いときにさん、撮るときめっちゃ緊張したよ21時ちょうどにしましたか、緊張。立花隼人さん、はじめまして、初舞台とのこと。お芝居大好きマンなので24日伺います。おお、ありがとうございます、嬉しいな。早乙女さん、商売人だからクリスマスはやっぱり休めない。確かにめっちゃ22から25って忙しいですよね。僕の仲間僕の仲間です。アラームかけて挑みました。おお、ありがとうございます。どうもどうもどうもって
どうもどうもどうも。M さん、ポチャッコ持ち歩きするタイプ。そうです。そうですよ。持ち歩いてます。持ち歩きない。そうです。持ち歩いてますよ。でもね、本当はこれあれです、キーホルダーだったんですけど取れちゃいました。なんか変なとこで切れてブチって、だからただのぬいぐるみになりました。リュックにつけてるポチャッコはいるの？リュックにつけてるポチャッコはいません。取りました。なんか一回台風が来たじゃないですか、台風の時に飛んでくかな、じゃあ雨に打たれるかなと思って外して家に眠ってませんけど眠ってます。避難させたのか、そう避難させた。ポチャッコと長く一緒にいるのでなんかちっちゃい頃からいるみたい。全然今年に買いました。いつやろ、4月か5月ぐらい。みおちおしの力持ちさん、またポチャッコの T シャツ、あ、流れちゃった。 T シャツ着て小嫁に来て、おお、着てください、ぜひ。あのポチャッコの T シャツめっちゃ見つけやすいんでめっちゃすぐわかります、着てくださってる方がいらっしゃったら。けいちゃんさん、俺もポチャッコ好き。そうなん好きなんですか、ポチャッコ。ポチャッコの発音変なんかな、私。ポチャッコ、ポチャッコ。スマタンさん、こんばんは。ピノさん、こんばんは。チホさん、かわいい、ありがとうございます。初見さん、こんばんはこんばんは。ぜひぜひゆっくりしていってください。ジュニアさん、最近公園で周りを見ると妙調子多い。本当ですか？ペンライトでも水色と青ってちょっと分かりにくいですよね。マコが青々やから。カワウソの絵文字見つけた。カワウソですかそれ、本当にカワウソ、それリスじゃない？カワウソそんなんやっけカワウソってどんなんやっけ。コツメカワウソって人ちゃうわ人いますよね。コツメカワウソっていうカワウソいますよね。カワウソ好きです、私。ラッコとかカワウソとかなんかかわいいほほほほほ、人違うぞ人じゃなかった。そうやん、昨日のメール見ましたか皆さん。私はこのね、一押しのあの他にあの押し増ししてしまいまして、あの押し編じゃないですよ、押し増しなので。あのミッフィーっていうキャラクターいるじゃないですか。ミッフィーの友達のボリスっていう、友達っていうか仲間のボリスっていうクマがいるんですけど、クマがずっと気になってたんですね、もともと。でもグッズを買い始めたら大変やなと思って、推し認定しなかったんですけど、しない、推しにならないようにしてたんですけど、
とうとう推しになっちゃいました。ボリスって双子みたいなやつ。そうです、双子の T シャツ着てるのがボリスで、タンクトップみたいなの着てるのがタンクトップみたいなの着てるのがバーバラです。バーバラボリスが好きなんですよね。泉さん、ミューチのツイッター見てめっちゃ綺麗やなって思って、いつも思って、綺麗やな思っていつも思ってます。2回思ってる、ありがとうございます。やったーやったー、ありがとうございます。えい、カットカット。コーナーさん、こんばんは、こんばんは。やばい、なんか聞いてほしい話があって、私なんか最近左のなんていう足の甲が痛いんですけど、どうしたらいいですか？なんか足の甲の筋がおかしい、どうしよう、めっちゃ痛いんですけど、どうしよう。まだね、ボリスのねぬいぐるみは持ってないんですよね。キーホルダーも何もかも、まだボリスグッズ1個も持ってないから、まずはでっかいボリスでっかいボリスをが欲しいんですけど、でもいろんな大きさのボリスちゃんがいるんですよ。だからどれにしようかなって迷ってます。ボリスに教えんしたみおちしてません。教えんじゃないですよ、に押しなんですけど、なんですけどってに押しなんですよ。一押しはぽちゃっこです。ぽちゃっこぽちゃっこ、悲しい悲しい悲しまないで。靴が合ってないか、歩くときの姿勢が悪いのか、どうしよう、トレーナーさんに聞いてみよう。うちわにボリスとひとこが足さなくて大丈夫です。っていうかこれは言っちゃダメだった、秘密ですよ。私がおしまししたことは秘密。ぽちゃっこぽちゃっこです、私は。おふるさん、こんばんは、こんばんは。どんなやけ、ツンツ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 ンちゃん、ミフィミフィミフィちゃん。どんなんやっけ、いつもなんとかなんとか森の中。ミフィ高ない、ミフィかわいい、ミッフィー高すぎやろ。あれか、裏声で歌ったのか、ミー
素敵なうさちゃん、そうや、そんな歌詞でしたね。電車乗ってんのに笑っちゃう、みーふぃー、かわいいうさちゃん、みーふぃー、これでバンザーやったら面白い。歌ってあかんのかしーしー忘れてた、普通に。確かに忘れてました、めっちゃ忘れてた。稲野さんバイト終わった、お疲れ様です。羊どんなん、こんなん羊ポーズ、苦しそうなミッフィーを想像しちゃうおもろ。ミッフィーの歌でバンされた、それはそれで寝た。確かに悲しいですね。ピノさん、ポチャッコを NMB のメンバーに伝えると誰？私ですよ。当たり前じゃないですか。私以外いません。羊ポーズ地味にうまいな、なんかやったことあるんってくらい羊っぽい、なんかこんな感じじゃない、こんな感じこんな感じじゃない、え、うますぎやろ、めっちゃうまいすごくないですか。ちょっと羊ポーズ開拓しちゃった、これ羊ポーズ流行らせていきましょう。羊うまい、絶対にうまいやろ私羊ポーズでも写真撮るとき難しい、何いいか分からない。ミョッチイコールポチャッコ、メモメモ、へっ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 羊ポーズしてくれてバイト先でみんな大喜びバイト先で流してるんですか、こんにちはへっへっへって笑った、私無意識でした。いつも楽しいな、かまん、皆さん明後日は公演ですね。21日は難波笑顔開花宣言公演です。楽しみですね。公演行くで、ありがとうございます。明治21日行きます、ありがとうございます。皆さんぜひ明治ペンライト、水色と青なのでよろしくお願いします。ペンライト見つけますね。みおちゃん、さくちゃん注目してます。黒島さん、黒島さん、さくちゃん、こないださくちゃんと写真撮ったけどブレてました。バタフライエフェクトさん、月曜日行くぜ
行くぜ、レッツゴー。あさん、プロフの特技に書いてあるのが興味津々なんですが、ツイッターとかに投稿してたりしますか？特技なんやっけ、エレクトーンとかいっぱい書いてるやつかな。エレクトーン、ドラム、なんやっけ、曲作りと、なんやっけ、記憶力って書いてますね。ドラム、ドラム叩いてるところ見てほしいな。やばい、めっちゃミッフィーの歌いそうになりますね。頭に残る。ツイッターに載ってるん、ツイッターには載ってないですね。ツイッターではなんか美容のことを発信してるんですけど、確かにやってるところ見せたことないですよね。ドラムミューチいつか見れるといいな。確かにドラム、なんか思ったのはドラムでなんか NMB の曲やっても、あでもそっか、わかりました。曲を叩いて何の曲か当ててもらえますか。ドラム曲当てクイズする。それか多分絶対に音入らへんけどアカペラで歌いながら、ドラムに合わせてアカペラで歌いながら配信する。でも絶対声よりドラムの音が大きすぎて入らへんよな。それいいね。ね、やりたい。やろっかな。結構何曲か叩けますよ、 NMB の曲。でも曲、ドラムの部分だけ聞いても面白くないよなと思ったんですけど、面白いですか？見たいって言ってくださるならツイッターに載せようかな。だってドラムなんて普通に生きてたら披露する機会なんてないですもんね。それこそ好きだみたいな。ああ、スネア、チャチャチャラチャラチャチャラチャ、ドラム叩いてるミョウチみたい。おお、本当ですか？じゃあ今度やろう。今度やろうって言ってもいつできるかな。あかん、マジでミッフィーの歌を歌いかけんねんけど、どうしますか？頭から離れない。なんかさ、置きたいけど置くとこがない。ここに置いときたい。なんか実況してはるみたい。わーい、わーい。私もずっと流れてるね。あれは中毒性がありますよね。これはバンされませんか？これはバンされない？硬い、乗せました。私の、僕の仲間だよ。ここにボリス乗せたいけど、でもね、本命はこの子なんで。友達だからセーフ？本当ですか？お友達だからセーフ。
今日何時まで配信する、何時までするかな、特に決めずになんとなく配信してみたので、今日は皆さんチケット取れたかなと思って。30分経ちましたね。じゃああと15分ぐらいします。あと15分、アイカさんずっとプーさん出してた。そうなん、ディズニーのやつ出していいんですか？でも配信切れなかったってことですよね。じゃあいけるんかな。アーシャとか成人式とかエスカワイとかちょいちょい気になってたけど、松野さん、松野さんって俺のおもろいなの情報あんま流れてこなくて。じゃあなんやろ、何見たら私のことわかりますか？なんやろ、公演が一番。でも公演って別にどんな人かはわからんか。じゃあたくさんショールーム配信するのでぜひ来てください、次回も。なんかメンバー8期とショールームしたいなと思って、誰としよっかな。ああモバメか。イトキンさん、それはモバメやろやってらしいです。私のツイッターのプロフィールにメールの URL があるので、1日1通送ってるのでぜひよろしくお願いします。私の日常を知ることができますよ。なんか来た、何ですかこれ、シンデレラ。すごい、大和氏さんありがとうございます。なんやっけこれ、透明な靴ちゃうわ、ガラスのブーツちゃうわ、なんやっけガラスの、なんやっけヒール、なんやっけガラスの靴や。ガラスのブーツってなんやねん。おもろ、ガラスの靴が来ましたね。ザオクさん、私も初期めっちゃ松野さん呼びだった。そうなんですか、綺麗すぎて年上感あるもんな。全然そんな年他の8期と離れてないけど。カールさん、先週日曜の声入ってました。みょうちめちゃくちゃ可愛くて、特に蜃気楼最高でした。ありがとうございます。蜃気楼誰とやった日やろ、弥生とやった日ですかね。ありがとうございます。公演はぜひ見に来てほしいですね。シャクと喋ってるところ、あ、みょうちで待ってます。黒サクサクちゃんね、サクパンがみょうちと両思いの自信あると言ってた、いつですか？いつ言ってました？昨日ですか？今日ですか？さくちゃん、ガラスのブーツ。ガラスのブーツ出てこんかった名前が。ガラスのブーツってブーツって言わへんよな。チームど根性で配信してほしい。あー確かに、別に2人じゃなくてもいいのか。やよみおの蜃気楼めっちゃ好き、ありがとうございます。なんか身長が同じぐらいやからさ、なんか綺麗に見えません？引きで見たら。このここのラインが。サクパンも場面で言ってました。そうなんや、あだからめっちゃサクのツイートに両思いだったみたいなやつあった気がした、知らんけど。
あった記憶チーズね、チーズガチで浸透してない久しぶりにチーズ大島みたい。高下真子ちゃんとチーズっていうのを、チーズコンビ名チーズなんですけど知らないですよねみんな皆さんポチャッコの声聞いたことありますか。サンリオショップに行ったらポチャッコの歌が流れてた。でも何かみんな声似てますよね、サンリオのキャラクターナイス。さっきの裏声の曲はミッフィーの方ですね。ポチャッコはあんまり声聞く機会ないですよね。マジで歌えそう、どうしよう、ほんまに前なんかサンリオの番組やってなかった？テレビでですか？そうなん？カールさん、いつも女性専優先エリアに申し込むので、名字がなんて書いてるんやろ、右側？下手側のポジションだと距離がめちゃくちゃめっちゃ近くて嬉しいです。ありがとうございます。確かに下手、私多分隠された隠れちゃった文字を読む天才なんかな。いつもだいたい推測で読めます。そう、それでクロミの声とか初めて知った。そうなんや、クロミちゃんの声ね。クロミちゃんの声はちょっといたずらっ子みたいな声ですか。中盤手ポジの時のアンコールほとんど下手側だよね。そうなんですよ。オーマイガーと僕らのユリイカとは、僕らのユリイカでめっちゃ見てます、皆さんのこと。めっちゃ見てます。あかんわ好き好きす、ふわふわふ、歌っちゃうやないか。歌っちゃう。坂田美咲さんが来ました坂田美咲さんが2度目の訪問って書いてある。やっほー、なんかこんなんやってる時に来たどこにいますか。ポチャッコは別名ポチャッコザ寄り道ドックらしいよ。そうやねん、そうやねん。ポチャッコって知ってました？寄り道が好きなの知ってますか、知ってますか皆さんウグイス横丁出身なんですけど寄り道が好きなんですよ。坂
高ちゃんいるかな、まだ。見つけられませんね。設定バリおもろいやん。そうですよ。元気なんです、この子。高田さん名乗りなさい、やって。アバターガチしてくる、やって。え、めっちゃ髪の色かわいい。こんな色あるんや、こんな色あるん。銀髪。銀髪。やべえやべえです、充電がないよ。充電があと 20% って出ちゃった。戻りましたか皆さん。好き好きそう、ふわふわふわ。あかん、歌ったあかんのに歌ってしまうわ。充電減ると固まることよね。あ、固まったんじゃなくて、あと充電 20% ですっていう通知で止まっちゃった。なんか iPhone 出るんですけど、そのやつで止まっちゃいました。やばい、あと3分45分に終わりますね。で 20% の通知のせいか。そう、通知です、通知。うっかりみおちかわいいよ、やって。気づかんかった、こんな減ってたななんて。いつも固まるね。そうそうなんすよ、ワイはいつも充電が少ないので。ショールームってなんかめっちゃ電池充電減るの早い。なんでやろ、配信ってめっちゃ減るの早いんですよ。ミクチャーしてた時もめっちゃ、オーディションなんやっけ、レイさんのやつでミクチャーやっけ、やってた時もめっちゃ早かった。すぐ気づいたら。いきなり喋り方江戸っ子。江戸っ子なんですかこれ。ねえので、めっちゃよく言っちゃう。急なワイ呼びおもろい。たまにワイってリプしてますよ、みんなに。ワイはなんとかやみたいな、知らんけど。してた記憶。モバメ登録してみた。ちょろくない。ありがとうございます。行動が早い派ですね。行動早い、ありがとうございます。今日も送りますね、この後。見ててくださいね。お、舞台の意気込み聞かせて。舞台、はい、そうなんですよ。今回12月22日から25日、計何公演やろ、いっぱい特別編とかもあるんですけど、舞台に出演させていただきます。初めての舞台なんですけど、でも NMB の卒業生の方がお二人もいらっしゃって心強いです。でも皆さん舞台とかやってらっしゃる方ばっかりなので、他の女優さんたちが。なので私初めてやのに、こんなっていうか、頑張らないとなって思ってるんですけど、
まだお稽古は始まってないんですけどね、皆さんにお会いする、初めて会う時にはもっと自信を持って皆さんに会えるように今から頑張りたいと思います。実は舞台が決まってから誰にも決まったこと言ってなかったんですけど、メンバーにも、一人で毎日あのボイトレと滑舌の練習をしてたんですよ滑舌でも若干良くなった気がするんですけど、なんか影穴が読みやすくなりました。影穴でなんかスラスラ読めるようになった気がします。はい、なのでもっとハキハキ、声が通らない方なのでハキハキ喋れるように頑張ります。はい、カピバラ早口言葉やっちゃいます。あ、やりたい、久しぶりに影穴めっちゃ聞き取りやすかった。あ、本当ですか、やった。なんか結構私棒読みだったんですけど、もともと割といい感じに読めました。何やっけ、カピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラやっけ、合ってますかどんなんやっけはい、なので今日からっていうか、もう台本はいただいていて読んでるんですけど、頑張って覚えたいと思います。早く皆さんに会いたいですね。共演者の方々に会いたいです。やばい、充電がやばいかも。はい、頑張りたいと思います。最後にこれ読もう、いきます。読めるかな、これでめっちゃ滑舌悪かったらどうしますかいきます。赤カピバラ、青カピバラ、キバもう無理やった。赤カピバラ、青カピバラ、キカキカキキカピバラ、赤カピピこれ史上最強にむずくない？赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、これめっちゃむずいですよねこれマジでこの世界の中で一番難しい気がする赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラ、赤カピバラ、青カピバラ、キカピバラでも前より読みやすい。カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコカエルピコピコ、ミピコピコ、合わせてピコピコ、ムピコピコ。でも前よりは上手いんですよ前よりはいい感じ。ではランキング読みたいと思います。唐突13位、みの調子の力持ちさん。12位、マスオさん。11位、キネさん。キネってこんなんやっけこれなんて言うんですか、お餅つきですか。10位、ノームさん、ありがとうございます。9位、クニさん、ありがとうございます。8位、ユッキーさん、ありがとうございます。7位、タカラノさん、ありがとうございます。6位、カルチャーさん、ありがとうございます。5位、ヤマトシさん、ありがとうございます。4位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。3位、赤西さん、ありがとうございます。2位、糸金さん、ありがとうございます。1位、ひなのさん、ありがとうございます。パチ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 。あ、これか、お餅つき。
舞台の台本にないことを祈ります。赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラなんて出てこんやろ。ポチャッコもお疲れやって、お疲れ。今日が木曜やったらオンライン投げられたのに。今日何曜日？土曜日ですね。来週もしあったらぜひお待ちしております。では皆さんありがとうございました。おう？何おうって、お疲れのおうですか？32に下がったん？気づかなかった。ありがとうございます。では今からモバメを書きます。じゃあねー、バイバーイ。